試合開始の笛です。千葉の香織もかぐわしいドリブル。さあもう一度見てみましょう。千葉の香織もかぐわしいドリブル。これはちょっと危険なプレーでした。壁の選手が揉めているんでしょうか。ワンツーシュート、バンブル。ワンツーシュート、ゴール。マーベラスシューバービューティフォー。さあもう一度見てみましょう。スペースができている。センタリング、頭でつないで、危険なタックル。キーパーが壁に指示を出しています。これはちょっと危険なプレーでした。キーパーが壁に指示を出しています。カット、ここからどう攻める。攻撃を組み立てます。類いまれなキープ力、素晴らしいボディバランスですね。シュート、アンビリバボール、ゴール。スロー VTR でご覧ください。ねじ込んだ。彼は本当に視野が良いですね。スローインです。ファーサイド、シュート、キーパーこぼした。コーナーです。
さあチャンス到来。戦術という呪詛を解き放つようなドリブル。前半終了まであと5分。千葉の香りもかぐわしいドリブル。スローインです。これは気をつけないと。スローイン。前半戦終了。前半戦が終わったところ、さあ後半戦が始まります。後半15分経過。これはちょっと危険なプレーでした。センターバックのチームメイトに喝を入れます。戦術という呪詛を解き放つようなドリブル。シュート。ゴル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 ゴ
ただいまのゴールシーンを振り返ってみましょう。おっと、ファウルを取られました。これはイエローカード。走り込んできた。ヘッドでパスを送る。フリーにさせてはいけない。果敢にスライディング、体を入れてきます。さあここからどう攻める。中へ放り込む。流れを止めた。勝ちたいプレー出ています。最終ラインの押し上げが早い。おっと、選手の交代が行われる模様です。まるでボールを持った仮面舞踏会。これは危ない。放り込んできた。ここで試合終了のホイッスル。圧倒的な強さで一勝を挙げました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。まあ大差はつきましたが、試合内容は悪くなかったと思います。はい、どうもありがとうございました。